ニュースをお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩元帥の朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長選出1周年に際して、元帥に中朝武官団から花籠と祝賀のメッセージが送られました。27日、武官団団長のルメン・オスバルト・ヒメネス・オルテガ、キューバ共和国大使館付武官は、人民武力省のパク・ヨンシク陸軍大将に花籠とメッセージを手渡しました。モスクワ地中思想研究会で、キム・イソン主席を偲ぶ委員会が発足しました。委員会は、主席の逝去の日である7月8日に際して、主席の普及の著作についての研究討論会をはじめ、主席の秘密の業績を称える催しを予定しています。また、ストックホルムでも、キム・イソン主席を偲ぶスウェーデン委員会が発足しました。敬愛する最高指導者、金正恩元帥を称える世界の声が高まっています。インドネシア朝鮮友好文化交流協会書記長は、金正恩元帥は、先代の指導者たちの思想理論の英知、人民の指導者としての品格と資質を完璧に身につけ、父の革命業の完成へ正しく導いていると述べています。パキスタン朝鮮友好協会カラチ支部書記長は、巨大な革命実践で、朝鮮の一大反撃を開いている、尊敬する金正恩元帥は、創造と建設の英才だと述べ、チェコスロバキア共産党中央委員会副書記長は、元帥の正しい指導があって、朝鮮は自主、先軍、社会主義の道一筋を進むだろうと述べました。デンマーク朝鮮民主主義人民共和国友好協会会長は、金正恩元帥は、現代のどの軍事家も及ばない非凡な軍事的資質と品格を持つ天下一の名将だとし、元帥がいて朝鮮の未来は明るいと述べました。パク・ポンジュ内閣総理がファンヒョクドファンジュ軍の官営の実態を現地で把握しました。総理はファンジュ軍ソクチョン共同農場リョンチョン共同農場を視察し、干ばつ防止に努める勤労者を励ましました。現地で協議会が開かれ、栄養水による効率的な被害防止方法を取り入れ、水源を残らず利用するとともに、各省中央機関が被害防止に必要な運営機材と資材を優先的に保障する対策が講じられました。共和国で干害防止に力を入れている中、25日と26日、延べ 24,700 ヘクタールの田畑で冠水が行われました。ファンヘナン道では、労力と手段を総動員して、短期間に1万6000箇所の井戸や堀池、井戸管などを整備して、多量の水源を確保し、2800基のポンプとスプリンクラーをフル稼働させています。天然燃道、ファンヘ北道、南浦市など、各道市郡でも、短期間に自流式水路を作り、ポンプを総動員して、田んぼ別、作物別の特性に合う灌水方法で被害面積を減らしています。敬愛する最高指導者金正恩元帥の朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長選出1周年に際して、中朝武官団が27日、リギョン眼科総合病院平壌カバン工場を見学しました。28日、朝鮮民主主義人民共和国国家保衛省人民保安省中央検察署が合同声明を発表しました。声明は、先日 CIA と南朝鮮傀儡国家情報院が共和国の最高首脳部を対象に生化学物質による国家テロを働く目的で共和国領内に潜入させた極悪非道なテロ犯罪集団を摘発したのについて、天下の悪女パククンヘが在任中、傀儡国家情報院と共謀して、北の指導部の除去作戦を進めたことがまたもや明るみに出て、朝鮮の軍隊と人民は痛み心頭に発している。消息通によると、パククンヘは2015年末から北の最高指導部交代のための工作を密かに進め、傀儡国家情報院の主導のもと立てたこの秘密作戦計画には暗殺陰謀まであった。当時、パク・フンゲが北の政権交代が難しいだろうとの専門家の報告書は黙殺し、北の状況が不安定なので政権交代が可能であるという内容の傀儡国家情報院の報告書に対しては危機として、北の指導部交代を目標にした
国家情報院の秘密作戦計画を検討し直接サインした。天下の悪党たちは実際に作戦が実行される場合武力衝突へと拡大されうるから、自分たちが介入した事実が知られないように特別注意を向けるべきだとし、自動車や列車などによる事故を装う方法まで予想したが、共和国の警戒が厳しくて実行できなかった。その後パク・フンへの弾劾罷免で政権が交代され、秘密作戦計画は自動的に廃棄された。何としても共和国を潰そうとの敵対勢力の策動が共和国の最高首脳部を狙った特大の国家テロ犯罪という極めて有志状況へと拡大されていることを受け、共和国の最高首脳部除去という天人ともに激怒する凶悪な企みを巡らし進めた特大の国家テロ犯罪者であるパク・クンヘと元海外国家情報院院長リー・ビョンホ一味を極刑に処することを内外に宣言する。共和国の最高首脳部は共和国の尊厳と強大さのシンボルであり、共和国の軍隊と人民の恩恵のすべてである。パク・クンヘとリー・ビョンホ一味はもちろん、海外国家情報院の者たちもこの時刻から誰によっていつどこでどんな方法で犬死にしても控訴できない。南朝鮮当局は共和国の最高首脳部を狙った特大の国家テロ犯罪行為を働いたパク・フンゲと元海外国家情報院院長リー・ビョンホ一味を国際条約に従って直ちに共和国に引き渡さなければならない。共和国の最高の尊厳に関わるこの重大な要求に背を向ける場合、今後北と南の関係にどんな悪影響を及ぼすかについては南朝鮮当局が自ら判断しなければならない。アメリカと南朝鮮傀儡集団が共和国の最高首脳部を狙った特大の国家テロ犯罪をまたもや企む場合、その組織者、加担者、追従者は戦時法によって事前通告なしに即決処刑することを宣告する。そうした犯罪の場所が共和国領内か領外かを問わず、朝鮮式の情け容赦ない懲罰の措置によって現地で即時に人民の名で情け容赦ない刑罰が執行されるだろう。共和国の最高の尊厳に挑む者たちは生きる考えをしてはならない。アメリカと南朝鮮当局が共和国のこうした警告をよそに共和国の断固たる措置に挑む場合、その代償を何をもってしても阻めない物理的方法によって払うだろうと述べています。朝鮮中央通信社がトランプ政権のアメリカ第一主義の罪な正体を暴く論説を資料を挙げて発表しました。21世紀のナチズム、アメリカ第一主義を排撃すると題した論説は、アメリカの現政権の乱暴な強権と戦後による世界の大混乱はトランプ政権が唱えるアメリカ第一主義の直接の所産である。アメリカ第一主義は本質において歴代の政権が追求してきた覇権主義の連続版拡大版である。アメリカの利益のためには他国と他民族の自主権と生存権、発展権を踏みにじってもいいとの極端な侵略の思想、排外主義を煽る反動的主張である。アメリカ第一主義は悪辣さと残酷さ、排外的性格において前世紀のファシズムをしのぐアメリカ版のナチズムである。アメリカ第一主義はヒトラーの世界征服の構想と同じく力による世界制覇を公言して国際社会と自国民に糾弾されている。ヒトラーの独裁政治を真似て国民を善玉と悪玉に分け弾圧を正当化しているトランプの2つの国民の戦略のため、アメリカの政界、言論界、情報界のほか社会各界に恐怖のムードが漂い、その提唱者トランプの弾劾まで取り沙汰されている。ファシズムの人種政策と同然の移民排斥政策は移民出身の人材で収益を上げている大企業の反発を呼び、多民族多人種の国家のアメリカの歴史そのものを否定して世人の嘲笑の的となっている。アメリカ第一主義の出現以来、世界には一日も平穏な日がなかった。朝鮮核問題の解決を外交安保政策の一時的懸案事項と最大の圧迫と関与を対朝鮮政策と確定したトランプ政権は、共和国に対する前代未聞の核の脅威と経済制裁に興奮している。
石油一滴、医療設備は躍進の搬入まで阻むトランプ政権の妄動は、ヒトラーのレーニングラードの封鎖をしのぐ反人倫行為、人道にもとる蛮行である。潜在的なライバルの中国とロシアを制圧し、地域と世界を手中に収めようとの策動は、トランプ政権に至って極度に達している。トランプ政権は中東でも破壊と殺戮、不安定の悪循環を招いた。反米国家を抹殺しようとのアメリカのため、中南米の情勢も複雑な様相を呈している。世界中を犠牲にしてでもアメリカだけが生きるならいいとのトランプ式の考え方は、同盟国や手先まで窮地に追い込んでいる。国際法と協定を保護にした挙句、地球の環境保全のためのパリ協定を乱暴に踏みにじった。自分の利益のために温室ガスの大量排出も構わないというアメリカのことに、国際社会はヒトラーの毒ガス使用をしのぐ行為、地球全体を毒ガス化して人類を皆殺しにしようとの犯罪と烙印をしている。事実は、世界を恐怖と不安定の中に突き落とすアメリカ第一主義が、不干渉でない徹底した干渉、平和共存でない危険千万な戦争第一主義であることを実証している。現代文明の人間社会を弱肉強食の法則、ジャングルの法則が横行する野獣の世界に逆戻りさせようとのアメリカ第一主義は、傲慢と独断の極致である。まさにこれに歴代の覇権主義と異なる狡猾さと暴虐さがある。すべてがアメリカのために存在し、その餌食になるべきだとのヤンキー式の覇権論理は、アナクロな妄想奇弁であり、これ以上自主の時代と人間の健全な思考には通じない。世界の平和と安全を乱し、人間の生存そのものを脅かす強敵な思想と勢力は、当然地球から追い出されなければならないというのが共和国の主張であり、世界の要求である。すべての国と民族は団結して、アメリカの覇権主義に反対して戦わなければならない。正義と団結力にアメリカ式の覇権主義は総破綻を免れないだろうと述べています。25日キューバで朝鮮人民との連帯月間が始まりました。開会式に朝鮮の統一支持キューバ委員会、キューバ諸人民との友好協会、キューバ朝鮮友好課金原始上の人のほか市民多数、そしてキューバ駐在朝鮮特命全権大使と大使館員が参加しました。会場には偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記、敬愛する最高指導者金正恩元帥の不滅の業績を見せる写真が掲げられていました。朝鮮の統一支持キューバ委員会、フアン・ホセ・レオン・ベガ第一副委員長は、キューバ人民は偉大な金日成主席と金正日総書記の意向にのっとり、最高指導者の金正恩元帥に導かれて、国の自主的統一の実現に励んでいる朝鮮人民の正義の偉業に全面的な支援を送ると述べました。ついで参加者は、朝鮮の記録映画、朝鮮戦争の張本人を鑑賞しました。パククンヘの後半過程に、ケイスンシルと組んで莫大な資金を着服したことがまたもや明るみに出ました。パククンヘとケイスンシルは、2015年に政府が外国に資金を提供するようにし、多額を書類捏造の方法で横領しました。それだけでなく、ケイスンシルがパククンヘを傘に来て、南朝鮮と関わる海外の資金流通をコントロールしたことも明るみに出ました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーユンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。チチェの党建設理論の根本的特徴。朝鮮労働党は、チチェの党建設理論を活動の根本の礎として、党建設の歴史を創造してきました。チチェの党建設理論には、党の活動の根本の原理と、労働者階級の党建設で提起される全ての理論、実践上の諸問題、そして各段階の革命闘争を導く過程に得た豊かな経験が盛り込まれています。チチェの党建設理論にはその根本的特徴があります。それは何よりもまず、キム・イルソン・キム・ジョンウン主義に基づいて展開され体系づけられた理論だということです。朝鮮労働党は
不滅の父思想を指針として創立され、キム・イルソン・キム・ジョン主義を永遠の指導思想として強化され発展してきた党です。党建設理論には、党の活動の諸原理が父の思想理論方法に基づいて展開され、全面的に体系づけられています。父の党建設理論の根本的特徴は、次に指導者の地位と役割を基本にして全域的に体系づけられた理論だということです。指導者の地位と役割に関する問題は、労働者階級の党建設で提起される諸問題を解決する起点となります。父の党建設理論は、党を指導者の党に作る党組織の建設原則を新たに示しており、この分野で提起されるすべての理論実践上の諸問題を盛り込んでいます。父の党建設理論の根本的特徴は、また困難で複雑な各段階の革命を導く過程に得た豊かな経験に基づいて体系づけられ完成された理論だということです。朝鮮労働党は、民族解放、階級解放、人間解放を目指す各段階の革命闘争を導く過程に得た豊かな経験に基づいて、父の党建設理論を全面的に示しました。ここには、党が革命と建設の様々な段階で、労働者階級の党活動で提起される理論実践上の諸問題に限らず、党を革命の導き手として、将来を見通して作る方とまで全面的に示されています。このように、朝鮮労働党の党建設理論は、父思想の原理に基づき、指導者に対する革命的な観点を核とし、実践の闘争で得た豊かな経験に基づいている理論というところに、その根本的特徴と絶大な力があります。父の党建設理論があって、朝鮮労働党はこれからも、永遠に、ハイアル、朝鮮金正義同士の党の尊厳と栄誉を轟かせていくでしょう。父の党建設理論の根本的特徴。高大氏とお話ししました。鉄道橋を渡る。1950年代のアメリカの侵略を退ける朝鮮人民の祖国解放戦争の時、偉大なキム・イルソン主席は一瞬の危険もいとわず前線を訪ねて兵士たちを励ましました。それについての数々の話のうち、鉄道橋を渡って前線を訪ねた話が今も人々の胸を打っています。1939年1950年7月のことです。朝鮮人民軍は共和国の南半部を解放して南に猛進撃していました。主席は兵士たちを訪ねて前線に向かいました。主席が乗った車がリムジン川にたどり着いた時、敵軍の空爆で橋は寸断されていました。うなりを立てて激しく流れるリムジン川をしばらくの間眺めていた主席は、抵抗した人たちに、この辺あたりに鉄道橋があるはずだから、そこを渡ろうと言いました。周りの人たちは驚きました。すぐ目の前も見分けがつかない真っ暗闇の中を、しかもいつ敵機が襲いかかるか知れない危険なところを、車で鉄道橋の枕木を越えていくとは、一行は主席に、鉄道橋では絶対行けませんと申し上げました。すると主席は、前線の兵士たちが待っている。前線では今も兵士たちが血を流して戦っているのに、ためらってはならない。早く鉄道橋を渡ろうと言いました。こうして主席が乗った車が、枕木でデコボコした鉄道橋に入りました。月も出ない真っ暗闇の中を、前で副官があふれ白い布を標的に、手探りするように緊張の中、枕木を一つ一つ越えていく車。四方から敵機が飛び交い、爆弾が炸裂するたびに闇の一角がひらめきました。世界の戦争史には
一国の指導者がこのように危険を冒して前線を訪ねたことはありません。奇跡を仰ぐ前線の兵士たちは、あのように大胆で兵士に対する熱い思いを持っている主席のためには命を賭して戦う決意を固めました。車で鉄道橋を渡る。広大氏とお話ししました。